どうも、キャメです。今日はですね、こちら、ちょっとね、ホームセンターにちょっとね、用事あって行ったら、これが落ちたんですよ。テトラ、グラスホッパー。ちょっとね、初めて見る餌なんですけども、買っちゃいましたね。で、この餌は、あれですね、まあ、グラスホッパーって言ったら、まあ、ここに書いてある通り、バッタなんですけども、ちょっとね、虫とか苦手な人、ちょっと気をつけてくださいね、ここ。大丈夫ですか？はい、じゃあ、指溶かしますよ。はい、これが丸ごと入ってるんですかね。ちょっとね、まあ怖いような気もするんですけども、グラスホッパー、まあ、キッチン室強化にって書いておりますね、うん、昆虫由来の栄養で丈夫な表皮甲羅を作る、まあ、野生だとねこうやってね昆虫もね食べているでしょうからね、やっぱりうん、亀にとってはいいんじゃないでしょうかね、うん、裏面見てみると、うん、テトラグラスホッパー、対象ガメ、すべての水生ガメ、昆虫を食べる爬虫類、昆虫を食べる爬虫類、もしかするとやっぱりねそのまま入ってそうな気もするんですよね。まあ昆虫を食べる爬虫類ってことだから、まああれですね、レオパード月光とかね、そこら辺もいけるんじゃないでしょうかね。ちょっとね、うん、開けて中を確認したいところですね。ね、うん、ほら、爬虫類の成長にですね、ごめんなさい、有効な昆虫由来の栄養を多く含み、健全な育成を促進します。まあ、与え方は1日1回、5分以内に食べ尽くす量を与えてください。テトラグラスホッパーは、亀、爬虫類の補助食です。補助食ですのでですね、ごめんなさい。基本食のテトラレプトミンや主食となる餌と、あ、うん。読めないとはや。合わせて？ほら。ごめんなさいね。もう。はい。でね、自然素材をそのまま生かしたフードにより、まれに枯れ葉や虫の死骸などが混入することはありますが、異常ではありません。原材料。ってことは、まあ、やっぱこれですね、これ間違いなくこれが入ってます。いやー、じゃあね、ちょっと中身をね見てみましょうか。これはまあいつも通り普通のねテトラとも一緒で、じゃあ開けますよ。まあこうですよね、他のテトラ製品と一緒で、んーで、まあね、これね、こうやってね剥がすのめんどくさいんで切っちゃいます。いや怖いですねこれね。わあ、ちょっと匂いがすごい、あ、もう匂いがここからもすごいしてくる。開けますよ、せーの、おお、思ってた以上にバッタ。いやいやいや、すごいですねこれ。あれですね、なんか箱飴系とかも結構喜んで食べそうな感じですね、見た目的には。もう全部取っちゃいましょうかこれね。いや思わない、ちょっとね見てみましょうか。おお、思ったよりもバッタ、やっぱりバッタ、匂いが結構すごい、まあ、この大きさだとちょっと小飴はきついですかね。水にふやかしてって言ってもね、やっぱすごいやっぱカラッカラなんでね、うん、あ、匂いすごい、これだけな、あのね、もうね、匂いがすごいんでちょっと湿ったんですけど、こうやってね、やっぱちょっとこれだけでもやっぱ匂いがすごいなっていう感じですね。まあ、これだとまあ大人がめにあげた方がいいと思うんでね、ちょっと外の日本イチガメアダルトペアにあげていきたいと思います。はい、というかね、こちら我が家地域社日本一番アダルトペアですね、もう早速入れちゃってますけど、うん、男の子の方が反応はしているけど、まあ、ちょっと追加で開けちゃいますか、目の前に。あ、いったいった、食いついた食いついた、頭だけちょっと食べて、
さ、あんまり好きそうじゃない時のあれだ。食べづらそうだな。あ、そうでも、ちっちゃいのってそうでもないかもしれないですね。反応しないですね。うん、いった。やっぱ食べづらそうだな、やっぱり。うん、女の子の方、普段だと餌入れたら反応して食べに来るんですけどね、全く反応しないですね。ちょっとこれはあんまり、ちょっと様子見てたんですけど、よろしくないですかね。一応ね、Amazon のレビューちょっと調べてみたんですけど、まあ、よく食べるっていう他にも、日本1試合目は食べなかったっていうレビューもあったし、あ、ごめんなさいね。やっぱちょっと好き嫌いが亀でも分かれちゃいそうな餌ですね。の子にはそんな向かないですし、まあこれを食べるとしても本当に大型の大人の亀だけっていう感じがしますね。はい、というわけでね、今日の動画はここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録お願いします。それではバイバーイ。